の稽古があったんだよね。演劇の稽古の時の休憩時間に一応その話をしてて、スクエアが、マジ赤ちゃんって可愛いんだよって、みんなに話してて。写真見て見て、このほっぺにぷにぷにみたいな。話してたんだけど、そしたら、力一さんがさ、赤ちゃんのさ、靴下ってさ、もうどうしようもない時にさ、赤ちゃんの靴下欲しくなるよねって言い出してさ、え？え？欲しくなんないですけど。え？みたいな。なんか、いや別にさ、あれってさ、赤ちゃんいなくても買ってよくない？みたいな。まあ別に買ってダメなことはないと思いますけど、え？いやなんかさ、突然、隣で黙って黙々と調べ出してさ、何かなって思う。何してんかなって思ってたら、なんか突然、うわ、かわいいなこれか、これかわいいなって言い出して。どうしたんですかって言ったら、赤ちゃんの靴下見ててさ。なんかもう、本当にどうしようもなく疲れた時に赤ちゃんの靴下を買いたくなるらしくてさ、なんか、こんなに小さい靴下に、もう、入る足があるという事実がもうかわいいじゃんって言い出して。え？いや、まあ、ええー、って思ってちゃった。ちょ、みんなわかる？わかる？欲しいか？なんか、ああ、赤ちゃんの足って小さいんだなーでよくない？